緊急事態宣言全国で解除第2次補正予算案を閣議決定中国機関も安倍首相が記者会見を開き緊急事態宣言を全国で解除すると表明しました安倍首相は世界的にも極めて厳しいレベルで定めた解除基準を全国的にクリアしたと判断した罰則を伴う強制的な 外出規制などを実施できない日本ならではのやり方で、わずか1ヶ月半で今回の流行をほぼ収束させることができ、日本モデルの力を示した。目指すは新たな日常を作り上げることだ。社会経済活動を厳しく制限するやり方では、仕事や暮らしそのものが立ち行かなくなる。 これからは感染リスクをコントロールしながらどうすれば実施できるかという発想が重要だと。さらに、医師や看護師、臨床工学技師、臨床検査技師など医療関係者の皆様に感謝を述べられておられました。また、27日に第二次補正予算案が 閣議決定され事業規模が第一次補正予算と合わせて200兆円を超えると発表しましたその中で GDP の4割に上る空前絶後の規模世界最大の対策で100年に一度の危機から日本経済を守り抜くオールジャパンで圧倒的な量の資金を 投入すると表明し、総額で130兆円を超える資金繰りの支援を実施すると明らかにいたしました。こちら、企業に対する資本的な支援も含まれます。また、プロ野球などを無観客で再開し、様々なイベントについても100人程度の規模から段階的に実施し、 順次規模を拡大していくと表明いたしました。さらに、店舗の賃料の負担を軽減するため、最大600万円の新たな給付金を創設。さらに、中小企業や個人事業主などが対象となる持続化給付金の対象に、今年創業した企業も加える。 また、地方創生臨時交付金について2兆円増額すると明らかにいたしました。さらに、ナイトクラブやライブハウスへの出入り制限についても緩和するため、来月中旬をめどにガイドラインを策定。さらに、上限200万円の補助金を出し、 感染防止対策を講じるための支援を行うと表明しました。また、感染拡大の兆候を把握するため、来月中旬をめどに濃厚接触者を確認するスマートフォン、スマホ向けのアプリを導入するほか、PCR 検査をさらに拡充すると表明しました。このアプリについては、 国民が、国民の6割ほどがですね、導入すれば、感染拡大をかなり防げるようになるんじゃないかと見られております。また、医療体制の強化に向け、予算を2兆円以上積み増しし、全国において、新型コロナウイルス感染症重点医療機関をして、十分なベッドを 確保するとともに、医師や看護師などを対象に、介護施設の職員も含め、最大で20万円の給付を行うと明らかにいたしました。また、治療薬やワクチンを途上国などが利用しやすくなるように、特許を管理する枠組みも構築すると表明しました。 さらに中国に対して内向きな発想ではこの世界的課題を根本的に解決することはできない世界の政治経済をリードしてきた国々の多くが国内の対応で手一杯となっておりそこに隙が生まれる事態は決してあってはならない自由や民主主義などの価値を共有する国々と手を携え 自由かつ開かれた形で世界の感染症対策をリードしていくと表明しました。この日本における COVID-19 の感染拡大、現在も完全に抑えられたわけではございませんが、相当数ですね、新たな感染者が減少しており、一日あたり数十人程度まで抑えられております。 今後も感染者が抑えられれば、新たに感染する方が出てこなければ、日本において COVID-19 の封じ込めに成功したと言えるんじゃないでしょうか。さらに安倍首相が表明しておりますが、現在、世界中で先進国、主要国も含めて、 コビット19の感染拡大が続いており、その中で日本は世界で一番最初にですね、コビット19を抑え込んだ国になっております。そういった中で、今日本が世界を引っ張り、こういったコビット19を悪用している中国やロシアなどに 対抗すする力をですね日本しか持っていないという事態になりつつありますので日本政府には現在アメリカが世界的な中国包囲網の構築に向けて動き始めておりますがそういった中で中国側は香港や台湾に対して侵略を強めておりますので日本としても こういった中国側の動きに対し可能な限り厳しく対処していただきさらにアメリカと中国の対立今後さらに激化すると思われますのでアメリカと中国との新たな冷戦によって日本企業がこれ以上被害を受けることがないように中国からの撤退を さらに強力に支援していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。